なた誰？ネットスフィアの支配レベル T という名の探索者へメッセージを伝えるためにローカルネットワーク代理構成体をダウンロードした。現在混沌とした感染症の状態によって我々は君たちをコンタクトできない。この互いに隔絶した状態を改善させるために君たち人間が努力してきたことを我々は知っている。しかし君たちのエラの試みは一度も成功することがなかった。なぜならどのような方法であってネットスフィアと端末遺伝子を持たない人間との接触はセーフガードを発動させるからである。この機能はネットスフィア内で完全に自立しており、我々支配レベルでも干渉することができない。たった今も我々はすでに発動されたセーフガードに対し一連の妨害処理を行っているが、これも長くは持たないだろう。それであなたたちの目的は何なの？都市が無作為に成長を続けているこの現象は長い間続いており、我々は現在の都市の大きさを完全に把握できていない。ネットスフィアのハードウェアは都市の主要構造体に内蔵されており、階層同士の不安定な連結がネットスフィアの構成に障害を与え、カオスを加速させている。都市の成長を止めるにはネット端末遺伝子の発見が不可欠である。現在ネットへの正規のアクセスをしてくる者はいない。だが我々は我々すべてを救う。ネット端末遺伝子を持つ人間がまだ都市のどこかに存在し、君たちがそれを見つけると信じている。間もなく不定現実へのセーフガードのダウンロードが完了する。我々は君たちが直ちに頂上へ向かい計画を実行することを勧告する。